63式水陸両用戦車は中国の水陸両用戦車である。63式水陸両用戦車はソ連製の PT-76 水陸両用戦車をコピー生産した60式水陸両用戦車の車体に62式系戦車の 85mm 砲塔を搭載して開発された戦車である。 76.2mm 砲塔を搭載した PT-76 及び60式水陸両用戦車と比較して火力が向上しており中国北方工業講師で製造されている63式水陸両用戦車は主に中国人民解放軍海軍の海軍陸戦隊に配備されアルバニア、パキスタン、北朝鮮、ベトナム、ミャンマーに輸出され PT-76 とともに、ベトナム戦争や中越戦争に投入された。近年、中国では63式水陸両用戦車の手法を62式軽戦車と同様に、従来の8 5ト、mm、ル砲から1 0 5ト、mm、ル低圧砲に換装する近代化改修を実施しており、その方は 63A 式水陸両用戦車と呼ばれる。北朝鮮でも、 1980年代前半に VTT-323 装甲兵員輸送車の車体の車体とする説もあるの延長型に8 5ト、mm、ル砲塔を搭載した水陸両用の PT-85 系戦車を開発している。ソ連で PT-76 の車体の設計を元に各部コンポーネントを共用した水陸両用の BTR-50。 装甲兵員輸送車が開発されたのと同じく、63式水陸両用戦車からも、水陸両用の装甲兵員輸送車が開発され、BTR-50 に告示した。この車両は、77式水陸、両用装甲兵員輸送車として中国人民、解放軍海軍陸戦隊に配備されて使用されている。ありがとうございます。